まずはじめに豚肉です。豚肉は3、4等分に切ってください。そして軽く塩コショウを振っておきます。続いて紫玉ねぎです。紫玉ねぎは芯の部分を取って薄切りにしていきます。そして水にさらして5分ほど置きます。ここが今日のポイントです。水にさらすことで辛みが消えてパリッと仕上がります。水菜は4センチ幅に切って、人参は皮をむいてピーラーで薄切りにしておきましょう。フライパンにサラダ油適量を加えて肉を入れていきます。肉を剥がしながら焼いていってください。完全に火が通ってしまうとお肉が剥がれなくなるので気をつけましょう。このように油がしっかりと取れてきたら、ペーパーの上に取り出しておきます。それでは大きめのボウルに砂糖、醤油、味噌、酢、おろしにんにく、ごま油を加えてよく混ぜていきます。調味料がしっかり混ざったら豚肉を加えていきます。まずここでしっかりと絡めて味をつけていきましょう。豚肉に調味料がしっかり絡まったら、先ほどさらしておいた玉ねぎ、これもしっかりと混ぜていきます。そして人参、最後に水菜も加えて全体を和えていきましょう。全体によく混ざったら器に盛り付けて出来上がりです。ボリュームのある味噌にんにく風味のサラダはおかずにもなる一品です。野菜もたっぷり摂れるので、ぜひ作ってみてください。